アーマルコライトは、鉱物の一種。チタンに富む。化学組成は、TI に o 5結晶系は、斜方症系。1969年に、月面上の静かの基地で、初めて発見され、アポロ11号の3名の宇宙飛行士、アームストロング、オルドリン、コリンズにちなんで命名された。トランキリティアイト及び、パイロクスフェロイトと共に月で発見された3種の、 新興物のうちの一つである。後に、地球上の世界各地でも同定され、実験室内で合成されている。合成するには、約1、摂氏000度から、周囲の温度まで、低圧、高温で急速な焼き入れが要求される。1、摂氏000度以下の温度で、マグネシウムにとむルめないとトルチルの混合物に、分解されるが、冷却されるにつれ、 その変化は遅くなる。この焼き入れに必要な条件があるために、アーマルコライトは、他の鉱物に比較して、希少な存在であり、イルメナイトやルチルと共に見つかるのが普通である。アポロ11号の乗組員たちの肖像、アーマルコライトの原産地は、月面の静かの海の静かの基地、タウルス・リトロおよびデカルトコーチである。アポロ十一号と十七号のミッションにおいて、 最も多量に採取された。後に、アメリカ合衆国のモンタナ州、ガーフィールド軍スモーキービュートで、ランプロアイトの岩脈と岩泉から採取された資料の中に発見され、地球上にも存在することが確認された。地球上では他に、アメリカ合衆国、ウクライナ、グリーンランド、ジンバブエ、スペイン、ドイツ、南アフリカ共和国、メキシコで産出している。 また、オマーアンで見つかったドファール925及び960のような月の隕石からも検出された。アーマルコライトは、チタンに富む玄武岩及び火山性溶岩のほか、時折、加工岩質ペグマタイト、直鉄質岩、ランプロライト及びキンバーライトから見つかる少量、鉱物の一つである。様々な鉄チタン混合酸化物、石木、肩伏石、陶器石、 イルメナイト、金運も、ルチルと関連する。玄武岩基質の中に埋め込まれ、最大約 0.10.3mm の長さまで細長く伸びた結晶を形成する。記細岩石学的な分析により、典型的には低圧、高温下で形成されることが示唆されている。結晶構造アーマルコライトの科学一般式は TI2 o 5である。 光に反射すると灰色から高褐色を呈する不透明な塊で形成される。様々な灰色を帯びたものが最もよく存在しており、とりわけ合成された資料に特徴的に見られる。結晶構造はオルトとパラで同じである。化学素性については著しく異なる成分は見られないが、灰色が異なると考えられている。まと。 CR2O3 の成分に相違がある。アーマルコライトは X2O5 の一般式で表される鉱物からなる、シュードブルッカイトの仲間の一種である。X と Y には普通、FE、MG、AL、TI が含まれる。単成分は、アーマルコライト TI2O5、シュードブルッカイト、フェロシュードブルッカイト、カルアイトである。これらは同型で、 すべて脳型小形の結晶構造を有しており、月の石と地球の岩石の中に存在する。ほとんどのアーマルコライトの資料の化学組成は、次のような金属酸化物の輪に分解されうる、チオニ、フェオ、マゴ、AL にオオ酸、CR にオオ酸、ムノ。チタン成分は、比較的に一定であるが、マグネシウムの鉄に対する火は、変化に富み、その火は、 普通、1未満である。いわゆるアーマルコライトの CRZR、c a 系の多様性は、CR2O3、0に、カウの含有率の高さで識別される。これらの多様性及び中間性生物の蘇性は、はっきりとは分かっていない。鉄に乏しいアーマルコライトの化学収飾は、同じ結晶構造を有しており、非公式に、カルアイトと呼ばれる鉱物として、 地球の地殻中に存在する。大部分のチタンは合成時の還元環境のためにアーマルコライト中には4の酸化数で存在するが、ガツ資料中には TI3 がかなりの割合で存在する。アーマルコライト中の TI3、TI4 の比は鉱物が形成される時の酸素の富がシティを示す指標として強されうる。また、 月のアーマルコライトと地球のアーマルコライトを識別するためにも有効である。アーマルコライトは化学式が TI に応募であることから、その一般式は XY 2 o 募と表され、それぞれ X イコール、Y イコール TI、O は酸素を表す。X と Y の配置は8面体範囲で、アーマルコライト中のカチオンとアニオンの半径比は3,5、すなわち0.6を示し、 八面体構造をとる。アーマルコライトは、チタンに富む鉱物で、FE に TI にーゴを呼び、MG 手にーゴの炭成分を持つ、マグネシアンフェロシュードブルカイト鉱物のグループに属する。八面体の対称性があるため、アーマルコライトは、多数の元素の間で雇用体を伴う。これはそれらの原子の半径と電化が似ているために起こる。アーマルコライトが定する。 結晶学的構造は、脳型、明ら型の量水体であるため、脳型小形に属し、2イメートル2イメートル2イメートルの天群を呼び、空間群を持つ。アーマルコライトの M1 範囲の内側は、より大きなサイズの鉄のために鉄が入って、存在するのに、理想的で M2 範囲については、マグネシウムとチタンがその2つの範囲の間に分布する。 金属の範囲においては、チタンが82、マグネシウムと鉄が4範囲構造になっている。アーマルコライトに含まれるマグネシウムと鉄の比は、1、摂氏200度で0.81、1、摂氏150度で0.59と、温度が下がるにつれて、小さくなる。一旦アーマルコライトの温度が1、摂氏125度に達すると、緩めないとと置き換わり、 マグネシウムと鉄の両方が欠乏する。アーマルコライトの結晶構造はブルッカイトの結晶構造とよく似ている。変形した八面体を元にして、中心に1個のチタン原子が、角に6個の酸素原子が配される。マグネシウムや鉄のイオンは、格子間範囲に位置するが、格子骨格の形成には優位に寄与せず、八面体の角を経て、 TIO 結合により位置が固定される。一方で、これらのイオンは、光学的特性に影響を与え、透明な二酸化チタンと対照的に、アーマルコライトの不透明さを作り出している。鉄と、チタンとマグネシウムの酸化物の粉末を正しい肥料で、混ぜ合わせ、溶鉱炉に移して約1、摂氏400度で溶かし、 1> 約一摂氏200度で数日間かけて、溶融結晶化させ、結晶を周囲の温度まで冷ますことで、長さ数ミリメートルほどまでのアーマルコライトの結晶に成長させることができる。冷却する段階では、実験室での合成と天然での生成のいずれについても、アーマルコライトが1、摂氏零0 0度を下回る温度で、マグネシウムに富むイルメナイトトルチルの混合物へと、 変化しようとするのを避ける必要がある。この変化が生じる色位置温度は圧力とともに上昇し、その温度が融点に達してしまうと、その鉱物は十分に高い圧力の下で形成することができない。このように、イルメナイトへと変化しようとする性質があるために、アーマルコライトは比較的に存在度が低く、イルメナイト及び、 ルチルと関わりのある鉱物として知られている。その結果として、イルメナイトとアーマルコライトの相対量は、鉱物が形成される、際の冷却速度の指標として用いられることがある。ありがとうございます。